アウトドアで人気の携帯浄水器ソーヤーミニを一般家庭の台所での炊事に便利に使えるように工夫を加えていきます。こちらは車中泊用の流し台に使うために購入したバッテリー式の蛇口になります。この電動式の蛇口とソーヤーミニをこのシリコンパイプで連結することによって携帯浄水器としての機能に家庭用浄水器の機能を加えることができます。裏側の吸い込み口にシリコンチューブを取り付けます。そしてその反対側をソーヤーミニに取り付けます。外れないように押し込んでこれで完成となります。この状態ですと流し台にセットすることができないんですね。ですのでこの後この部分に切り欠きを作ってこのシリコンチューブをその穴から逃がしたいと思います。そしてもう一つこの長さを短く切り取ってしまおうと思います。それによりシリコンチューブを曲げた時の歪みですね、これを緩やかにしたいと考えています。そしてもう一つこの電動式の蛇口を流し台にセットするための台ですね、これを作ってみました。裏側に強力磁石を接着してあります。こんな感じですね。こんな感じで取り付けて流し台に磁石で固定するというやり方になります。こんな感じで切り取りました。ダイヤモンドディスクですね、これで切断します。そして下の受け口は下まで切り込みを入れることにしました。こんな感じですね。そして内側のシリコンチューブの状態はそれほど強く折れ曲がるようなことはなくなりました。そしてシリコンチューブでつないだソーヤーミニをバケツで汲んできた水の中に入れます。そしてスイッチを入れます。水の量は少ないですが、このようにして野菜を洗ったり、洗い物をしたりすることが可能となります。使用するシリコンチューブの長さによって、溶水能力は変わってきます。今度は短いシリコンチューブで出してみます。今度は水の勢いが強くなりました。水不足の際の飲み水確保のために携帯浄水器のソーヤーミニを購入された方も多いことと思います。それにもう一つ電動蛇口をセットすることによってその使い道便利さは大幅にアップすることと思います。今回の動画が水を備蓄されている皆さんの何かのヒントにしていただければ幸いです。以上です。ご覧いただきありがとうございました。